久能整君、力を貸して。ええうちの遺産相続はいつも争う形になって、必ず何人も死人が出てる。犬神家の一族、親を亡くした4人の相続人。うちのパパたちが死んだ時も殺しちゃったんだよ。巻き込まれる天パの大学生。お茶飲んで話し合いませんか。我関係なかろうが。ちょっとの部外者は口出さないで。話を聞いてくれない一族。子供はバカじゃないです。自分が子供の頃バカでしたか。証拠を出してみろとか言うのは大抵犯人って僕は常々思っています。3体足りない。お茶碗は多い。気のせい。たまたま。何の、なんで、誰は。すいません、僕間違ってました。あなたのお父さんは殺されたのかもしれません。え、遺産相続の先にある一族の深い闇。遺産争いに見せかけて殺された。一族の誰か。パパたちは探してたんじゃないでしょうか。僕もあの事故は疑問に思ってた。何か気づいたんですね。パパたちはきっともう答えにたどり着いていたんです。幸せになれるからね。人は弱くて壊れやすくて倒れることもある。それが当たり前だと誰もが思えたらいい。ミステリと言うがかれ。私がパパを